Bonjour et bienvenue dans Toco Toco, l'émission prend ses pieds pour aller voir des trucs avec des gens. Aujourd'hui, le musicien Prof Sakamoto nous fait découvrir 90, un game bar qui se trouve à Akebonobashi, dans le centre de Tokyo. Hi, konnichiwa, domo domo. Sakamoto 教授です。今日はよろしくお願いします。今日は自分のお気に入りのゲームバーがあるんですけども、90というゲームバーがですね、東京の、Akebonobashi っていう駅なんですけども、新宿から2駅のところにありまして、ちょっとそこいつも、お邪魔してるんで紹介しようかなと思って、90に行こうかなと思います。じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。こちらです。ここはですね、ゲームバー90というところでしてね、ちょっと新宿からは2駅移動しなきゃいけないんですけども、自分のすごくお気に入りの場所で、実は自分日本の、レコード会社レーベルと、契約してるんですけども、Lastrumというところで、そのLastrumのオフィスが実はすぐここのすぐ近くにあるんですよ。会社で何か打ち合わせがあって会社に行った時と帰りとかにここに立ち寄ってちょっとビール一杯飲んでいくとかってしてて、まあ、ここの店長さんとは昔から仲良くさせていただいてるんですけども、ここは一言で言うとゲームバーということなんですけども、まあ、見ての通り本当に日本のレトロゲームだったり漫画だったりそのアニメだったりいろいろ日本を代表するサブカルチャーというか文化の本当に品物がとてもたくさん揃っていて、ただこうね物を見るだけでも楽しいし、あとはですねお客さんたちがその 3DS だったり PSP だったり各自のゲームを持ち寄ってみんなでモンスターハンターをやったりだとかゲームやりながら飲んだりだとかもできるし、あと自分が一番気に入ってる理由としてはですね、ここに本当にたくさん のボードゲームカードゲームがいっぱいあるんですね。こちらも全然フリーで遊ぶことができて、日本のゲーム好きが集まる本当すごく素敵な場所だなということで、自分も、大好きな場所の一つです。店内の至る所にいろんな展示がしてあるんですけども、レアなねファミコンソフトだったり例えばこういうね昔懐かしいゲームウォッチですねとか、本当にいろんなレトロなものが揃ってるんですけどもですね、特にここはマイコンゲームっていう、本当にファミコン以前のレトロな、ゲームのハードとかも、置いていて、こちらもですねもし気になったら触ってみることもできます。バーということなんですけども、すごく、料理のメニューがこんな感じで豊富でですね、がっつりご飯食べることもできるんで、今日晩ご飯日本でどうしようかなって迷った時はもう、お酒も飲めるし、ゲームもできるし90来るのすごくいいかなと思います。冷ややっこだったり枝豆だったりっていうその定番 のおつまみですねもあるし、あとは季節に応じて、変わるし日替わりでも変わるメニューもあるんですけども、例えば今だったら冬なんでこう温かいですね鍋だったり、あとうどん温かいうどんとか、そういったメニューもあるので、日本らしいご飯も全然食べれるので、本当に日本を堪能するのに最適な場所かなと思います。はい、では改めまして坂本教授です。自分はひょっとしたら、もうすでにご存知の方もいるとは思いますが、頭の上にですね、ファミコンを載せてまして、そのファミコンにカセットをですねこんな感じでよいしょガチャッとこんな感じで挿すと、そのゲームの曲を弾くという、ゲーム音楽演奏を基本に、活動している日本のミュージシャンです。でもちろんねゲーム音楽の演奏だけじゃなく、Chiptune、チップサウンドを使った、8ビットのオリジナルミュージックも作っていて、今はオリジナルの活動の方を、重点的に、広げているところです。最近はですね日本だけじゃなくてフランスですね、Japan Expoだったり、あとスウェーデンにも行かせてもらったりとか、あとちょうどこの間、11月、末から12月にかけて、スウェーデンとロンドンと、ライブをさせていただいて、ちょっとずつ、海外への活動範囲も広げています。海外行くときはもちろんこの
熱を頭に乗せたりもしているので、はい、よかったらぜひ、海外でやるときは、ライブに足を運んで、ぜひカセットをね、こう夫婦して、インサートしてもらえれば嬉しいなと思います。もともとは自分ってちっちゃい頃からピアノやってたおかげで絶対音感っていうものが身についてて、普通にプレイしてたゲームの曲をすぐ何でも弾けるっていう幼少時代を過ごしてたんですね。でそれを学校のその休み時間とかにそのクラスメートの前で、あの曲弾いて、この曲弾いてとか言われる曲を思うままに弾いてるとすごく人気者になれて、でそれをまあ小中高とずっと学生時代続けてきたんですけども、ある時大学になって、バンド活動を始めたんですけども、その外のライブの、会場ステージでたまたまゲーム音楽をちょっと演奏したらすごくオーディエンスが湧いて、たまたまなんですけども、ライブ活動をしてた時のお客さんが自分のライブパフォーマンスを動画でニコニコ動画に上げたんですね。それをニコニコ動画 その演奏してみたカテゴリーっていうのがあるんですけども、そこでランクナンバーワン取りまして、あ、そっか、ライブハウスでやってることはウェブでも同じように受けるんだっていうことが気づいて、以降ウェブで、演奏動画だったりゲームのアレンジ動画だったりを、投稿するようになりました。で、それが、ありがたいことに、まあ、いろんな方に見ていただいて、徐々に、まあ、知名度が上がってきて、まあ、今はこんな感じで、世界中を、飛び回れる状態になったというところですね。はい、では自分が、海外の方にお伝えしたい日本の言葉はこたつです。こたつというのはですね、まあ、日本の何気ない、机の裏に、ヒーターがついてまして、でヒーターの熱を逃がさないように布団をかけて、みんなでそのこたつに足を突っ込んで温まるという、自分は本当に素敵な家電だなと思ってるんですけども、冬になるとですね、やっぱり、みんな暖を取るためにそのこたつに家族は集まってですね、どうしてもこたつの中にみんなで入ってコミュニケーションを取るということもできるし、布団がついてるのでそのまま寝るってこともできるので、本当に夢のような家電だなと思ってて、で最近日本ではですね、そのこたつ布団をさらにもう手を突っ込むようにできて、この着るこたつみたいなのが、登場して、本当に日本でそういうなんかそういう暖を取る文化というか、そういうところの追求心、探求心がすごく強いなと思ってて、そういうところがまあ日本の好きなところでもあるんですけども、ぜひ日本に来た際には機会があれば友達の家に行ってこたつに、潜らせてもらうとすごく幸せな気分になれるかなと思います。はい、お疲れ様でした。もし自分に興味があれば、ウェブサイトだったり、あと YouTube とかサウンドクラウドとか、あと Facebook のファンページとか、いろいろ Twitter とか、情報アップデートしてますんで、その辺を、チェックしてみてください。じゃあちょっと自分はまだ飲み足りないんで、ちょっとそこで飲みながらゲームして帰るんで、またじゃあ遊びましょう。はい、ぜひ19でも遊びに来てください。ありがとうございました。バイバーイ。